2週間くらいは延長してほしいなと思ってます。ワクチンも進んでなくて3回目もまだ接種券来なくて打ってないんですよ。それだけ静岡市遅れているので、やっぱりもうちょっと気をつけて少なくしてほしいんですね。一番思うのは飲食店の方たちが本当にご苦労されていると思います。もう少し飲食店側の方たちに委ねてもいいと思うんですね。感染の対策とか延長か解除か、県民からもさまざまな意見が聞かれるまん延防止措置。県の対応について開会中の県議会でも論戦が交わされました。この有事にこれまでの東海4県のくくりで連携協議がなされないことは誠に不可解であり、なぜ東海地区の3県と連携協議がされなかったのか、1都3県の隣接県である神奈川県と連携がされなかったのかお答えください。また新たなステージに向けた感染防止と経済の両立に踏み込むべきと考えますが、県はまん延防止等重点措置の効果について再延期を含めどう考えているのか伺います。これに対して川勝知事は、新型コロナ感染症が日本で初めて確認されて以来、一貫して東西の近隣都県の感染状況、また感染拡大防止対策を把握した上で本県独自の対策を実施してまいりました。引き続き県内外の感染動向を踏まえた適切な判断を心がけますとともに、効率的な行政運営を図るために近隣都県との情報共有など適切に連携してまいります。延長か解除か、答弁で言及しなかった川勝知事。議会終了後、川勝知事、まん延防止等重点措置の判断については今の時点でどうお考えでしょうか。明日の正午が国の方へのですね、期限なんですね。今専門の院の先生とか、データを集めてどうするか、明日の午前中には決めればならないということであります。判断材料とするのはやはり病床の逼迫率とかですか。そうですね、おっしゃる通りです。病床の逼迫率が、若干低下傾向にあると思うんですけども、その辺はどう見えますか。ギリギリまで見るということですね。なかなかあれですからね。今川勝知事は明日会見を開き、措置をめぐる判断について説明する見通しです。仮に延長が決まった場合、影響を受けるのが飲食店です。私どもの会社というか、店はね、定食ランチ結構お客さん入っていただいて、お客さんやっぱり来ていただくのは飲食業をとっては宿命ですから、お客さん来ないと何も始まらないですね。延長となれば営業は午後9時まで、酒類の提供は午後8時までという制限も継続されます。行政もね、どうしても人数が減らない、やらなきゃいけないというのは私は賛成支持しますけどね、お酒を出したいなっていう思いはないですか。いや、もちろんありますよ。飲食ですからやっぱりお客さんは飲みたいですので、うちも夜も今人数の宴会ができなくなって、宴会になればやっぱり飲み放題っていうのがついてくるので、ちょっと我慢できないっていうか、だいぶ若者が歩くような姿最近見られ始めたんですけど、皆さんも最低でも桜を咲く前にこのまん延防止を終わってほしいというのがあると思いますよ。普通にこう桜を見ながらお酒飲みたいですよね。